行くよ。はい、でこうやって寄せますね。はい、足元まできっちり寄せて平行にします。これ以上ロットを上げません。これ以上ロットを高くすると、ティップが折れる可能性があるので、はい、で必ず、内側にこの空いてる方を向けます。でこのお腹でラインを取ります。でスーッと滑らせます。でリリーサーの先をフックに、必ずフックの先に入ってるのを確認します。ここまでは冷静にやってください。でここでもし魚が暴れたらルアーが切れちゃう可能性があるのでパッて逃げてください。でここまではゆっくり行きます。ゆっくり行ってフックの先がここに入るのを待つ。で待って、はい、きっちり入ったらロットを押しながら、リリーサーを引いてください。いきますよ。引きながら押しますね。こうですよ。引きながら押す。いいですか。引きながら、リリーサーを引きながらこうやって押してください。引きながら押す。でこれをあまり極端に押しすぎるとここでまた折れちゃうんで、適度に引きながら押す。これが、適切なリリーサーの使い方です。